皆さんこんにちは、美容室アームの鎌田です。今日は水素を吸入してから30日目です。まずは背中が楽になかったことと首筋の痛みがだいぶ取れてきました。その影響か首がよく回るようになってきました。今日のところはそんなところです。また変化がありましたら報告します。ありがとうございます。